また民間では、有局と称される。中華郵政は従来は、国家が運営しており、中華民国交通部 ZH、郵政総局であった。組織改革によって2003年1月1日に、公共企業に改祖し、交通部が100%出資し、株式を有する国営公使の中華郵政、国婦入言公使となった。また、 日本の郵政事業民営化とは異なり、郵便事業と郵便貯金事業の経営分離はなされていない。郵政事業の開業日は、新朝政府の ZH 大新郵政総局とされており、同日は台湾における郵政記念日であり、2016年には郵政120周年記念事業が行われた。郵便番号は3桁、5桁。 6桁いずれを使用しても良い。郵便番号を書いてもらうため封筒の裏には3桁の郵便番号一覧表が記載された。中華郵政を代表する色は緑色で、制服、郵便配達者、郵便ポストはすべて緑色である。緑色は平和の象徴で、青春、繁茂、安全、生き生きとした様子を表している。起源は、 新潮末旧姓を管轄するフランス人テオフィール・パイアリーが19世紀末フランス郵政の色を採用したことによる。現在も郵政職員は緑色の服装であり、緑死者、または地域の公益活動も行っており、緑天使とも呼ばれる。また警察官は人民保護とも呼ばれる。ミノルセン大学がデザインしたものが採用される。色は、 中華優勢を象徴する緑色をメインカラーとし、彩度をやや抑えて明るく落ち着いた雰囲気を出した。通る気、救出、肺、汗、快感、面、防臭、こういう部位、大麻等特色を有し、実用的な配慮がなされている。通常ならすぐに宛先不明で発信人に変装されるが、映画、海角七項の影響によって、 郵便配達職員の努力により受け取り人に配達、または報道機関の協力によって当人を探し当てた場合、海角7更新ミノル版としてニュースとなる。台北有局台湾のポスト。ありがとうございます。